どうも DJ 太郎です、雑誌ベストギア僕の連載コーナーおっとガジェット太郎ね、まあ、あの紙面の中ではですね、まあ、経験がない人でも皆さんに楽しんでいただける、音楽系のいろいろなデバイスだったりとかアプリっていうのをご紹介してるんですけど、いかんせんですね、紙面だけではこう本当にできるのっていうところもあると思いますので、紙面に合わせてですね、まあ、この YouTube の、まあ、動画コンテンツの方でも実際に、まあ、音と映像で皆さんにチェックしていただこうというコーナーです。で、第2回目の今回はですね、DJ アプリをね、まあ DJ 太郎としては普段こうお皿を回してるんですけど、今回はですね、まあ iPhone、iPad、iOS デバイスで、DJ ができてしまう、その名もですね、DJ、表記がちょっと違うんですけど、DJ ってアプリを紹介したいと思います。で、もともとはあの Mac 用の、ソフトウェアであったんですね。この DJ っていう、アプリそのものはドイツのですねアルゴリズム社というところが作って非常によくできていて、で、あの iPhone に移植するっていう話がね前々から出た時からすごい期待してたんですけど、かなりの、性能の良さです。で、あの DJ って聞くとやったことない人にとってちょっと難しいかなと思うかもしれませんけど、これを見てもらって、まあ、紙面もチェックしてもらえればですね、なんとなく触りながら皆さんもできるようになるのではないかということでございます。はい。さあじゃあ、今回のまずチェックポイント1。とりあえず触ってみると。慣れてみる。ね。習うより慣れろということなんで、実際にちょっとね、じゃあ、アプリの画面をね、見せていただきたいと思います。はい。さあ、まあ本当にあの、ターンテーブルみたいなのが2台あって、左右の、まあ、プレイヤーがあって、で、その真ん中、下の方にあるのがクロスフェーダーなんですね。これが左にあると左のデッキから音が出て、右にあると右のプレイヤーから、まあ、音が出ると。まあ本当、単純に言っちゃうと操作って、こういうことなんですね。はい。で、iPhone とか iPad のデバイスの中にの、要するに iTunes から取り込んだ曲を、そのまま呼び出すことができます。で、曲を再生呼び出す時にはですね、これプレイヤーの左、斜め上にですねちょっとこう音符マークみたいのがあって、これを押していただくと、いわゆるそのデバイスの中に入ってるねアーティストとか曲とかプレイリストのデータで、出てきます。まあその中から曲を選ぶと読み込んで、もうこれで再生できる状態なんですね。はい。で、ここにプレイボタンがあるので、これを、ね、実際にこうやって、ほら、触れば音が出るんで、頭出しをまたして、頭出しをして、ね。で、これで例えば、曲をかけながらですね、反対側でやっぱ同じようにまた、曲を選んで、で最初はまあ本当は DJ だからミックスできた方がいいんですけど、仮にミックスしなくてもですね、曲をこう少しずつフェードアウトして次の曲をかける、それだけでも DJ っぽいプレイになります。例えばこれ曲をちょっとこうクロスしてフェードアウトしてきた頃に次の曲をねかけてみるとか、全く今また同じことやります。こっちがかかっていて、こっちをこう少しずつクロスフェーダーを動かして次の曲をね、もう一回やってみましょうか。じゃあ今度は技を使って逆回転してみたいな。はい。まあミックスをしなくてもこうやってなんとなくこうフェードアウトして次の曲をかけてっていう操作をするだけでも DJ っぽくなるんで、まずはこう触って慣れてみるっていうのがポイント1です。で、続いてポイント2、これ BPM を合わせてみましょうと。はい。で、大体ですね、まあこういう曲っていうのはこうリズムがあってね、このリズムに合わせてこう手拍子をする、これを1分間で何回手拍子できるかっていうのでもって曲のテンポ、速さをですね、BPM っていうので表すんですね。はい。BPM っていうのは、ビートパーミネット。1分間で、まあ、何回こう手拍子できるか。で、大体こういう、こう、ハウス系のやつとか、今の曲とかは、130ね。っていうことになるんですけど、で、別に
数えなくても曲を読み込んで、しまえばですね、自動的に解析して BPM ってのも出てくるんです。今ここにもう130っていうのが出てくるんで、あ、この曲は130なんだなと。ということは、次にかける曲が130になってれば、ミックスすることはまずできるっていうことなんですよね。で、130にするにはどうしたらいいかっていうと、ちょうどこのプレイヤーの両サイドになるんですけど、こう縦にレバーがあって、これがピッチスライダーって言いますね。これで、テンポを変えることができるんです。はい。切り替えもできるんですけど、僕の場合は下にやると速くなって、上にやると遅くなる。で、プラマイのパーセンテージで出てるんですけど、手を離すと、それが今、どの BPM の速度になってるのかって出ます。で、130に対して今129なんで、ちょっとこれじゃ遅いんですよね。だから、130に。まあ、こうすると、テンポが一緒なんで、まあ、ミックスしてつなぐことができるんですけど、ただ、数字だけで見てやっちゃうと、やっぱ音だから耳で、本来はやってってもらいたいなと思うんですね。なんとなく、こう、曲の、このタイミング、このタイミングに、次の曲を、ドンと、出してスピードが一緒だったら、まあ、ミックスが物理的にはできてるということなんですよね。はい。でも、こう、テンポをですね、合わせたつもりでも、やっぱり、こう、ちょっとずつずれてったりとかするんですけど、その時にはですね、この、ピッチスライダーの下にプラスマイナスのボタンがあるんですけど、これを使っていただいて、押してる間だけ速くなるんです。プラスを押すと。で、マイナスを押すと、押してる間だけ遅くなるんですね。ちょっと聞いててください。速くなった。マイナス押す。遅くなる。ただ、ずっと長く押しちゃうと、著しく急に変わっちゃうので、ポイントはこう、ちょっとポン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 と。押してる間だけちょっと速くなる。押してる間だけ遅くなると。はい。さあ、じゃあ、なんとなくこう、曲のテンポ、BPM っていうのを分かっていただいたと思います。で、続いてポイント3。曲の構成を理解しましょう。曲の構成。まあ、簡単なんですけど、今のこう、手拍子できる。これで8つ分8カウント。1、2、まあ、曲でかけてみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8。これが4つ分。8が4つ分で基本構成ができてると思ってください。まあ、曲によっては8が2つでこう変わってったりとかっていうものもあるんですけど、だいたいこういう DJ でかけるような、まあ、ハウスだったりとか、まあ、ヒップホップとかもそうなんですけど、ダンスビートだったりとか、だいたいそういう類の音楽っていうのは、8がいくつっていう、まあ、基本8、4つぐらいの、構成になってると思っていただけると。例えば今のこの曲も聴いててくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、ドン。ね、ここからビートが始まったんで、まあ、大体こういうふうに、構成ができてるということなんですね。はい。なので、8が4つで構成ができてる。で、テンポを合わせる。で、このタイミングに、ドンと。やればミックスができるっていうことで、今度はちょっとじゃあせっかくなんでミックスしてみましょうか。で、実はですね、ここで1個言っちゃうと、このピッチスライダーの下にシンクっていうボタンがあって、このシンクっていうボタンを押すと、かかってる曲に対して次の曲の BPM、 要はテンポを勝手に合わせてくれる。で、これ押せばいいじゃんっていうことなんですけど、両方練習してください。テンポを合わせる練習を例えばしたりとか、それとかもちょっとミックスの雰囲気を練習したいときには、もうシンクボタンを押してテンポ合わせちゃって、そのミックスのタイミングとね、その、ミックス具合を練習するって、なんか部分部分の段階に分けてやるのが一番いいのかなと思います。はい。じゃあ、今ですね、この曲が132になってます。今右側の曲が。で、左側の曲はあえて今遅くして127になってますけど、シンクボタンを押すと、こっちと一緒の132になります。これで合いました。あとは数えて3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4っていう風に数えて、1、2、1、2、3、4、合ってます。で、ちょっと早かったり遅かったりしたらですね、今ちょっとね、合わせてるつもりが早いんですね。マイナスを押して、で、その分少しスピードを遅くして、で、切り替えます。
元に戻してます。合ってます。みたいな、はい。まあ、こういう風にしてですね、次々といろんな曲で、最初曲のスピードっていうのが分かんないと思うんですけど、このデバイスの中に入っている曲を出すと全部計算してくれるんですね。そうすると、曲のスピードっていうのが分かるんで、なんとなくこの曲とこの曲合うのかなって言いながらやってみて、でそれでもあんまりスピードの差があると、このシンクで合うこと合うんですけども、曲が だいぶ著しく変わっちゃうので、なんとなく日頃から曲のテンポみたいなのを意識して今みたいにやるといいと思います。でボタン1個で、テンポ合わせてもですね、ちょっとずれるんですね。そういう時はさっきのプラスボタンマイナスボタンで微調整をしながら、ピッチスライダーで、遅かった場合ちょっと早くしてとかっていう微調整をしながらやると、長くこうミックスしてても綺麗にいきます。はい。で、ラストのポイントの5番チェックポイント5、この DJ はですね、その他にもこういろんな味付けができるんです。はい。なんかプレイに味をつけてみましょう。どんなことができるっていうと、エフェクターとかついてます。エフェクターとかがあると、カラオケでいうマイクのエコーみたいな、曲そのものにいろんな臨場感を与えてくれるエフェクターだったりとか、あと、曲のこっからここまでを連続再生、こう繰り返し再生するループ機能とか、そういうのもいろいろあってとても使いやすいんです。ちょっとやってみましょうか。はい。両デッキのですね、ちょうどそのテンポピッチスライダーの上の方にボタンがあって、それを押していただくとですね、まあ4つの項目が実はあるんですね。出てくるウィンドウの下の方に4つ並んでて、左側から、まあ、イコライザーね、低音中音高音とかのバランスを変えたりとか、その隣が今言ったエフェクター、その隣がループで、その隣が Q ポイントって言って、ここからスタートしたいっていう場所をですね、複数こう選べるんですね。はい。まあスタートしたいとこを決めて、セットっていうボタンを押していただくと、そこからスタートするって、こう Q ポイントっていうのはこういう使い方ができるんですけど、でエフェクターはですね、曲がかけてる時にですね、これもパッドになってて指でなぞるだけでいいんです。とりあえずエコーやってみましょうか。押す場所によってかかり具合がいろいろ変わります。ちょっと聞いててくださいね。ね、で今エコーってなってるんですけど、横で切り替えると今度はこれフランジャーっていうんですけど、ちょっとこうジェット機の音みたいな、はい、こういう風に、効果をいろいろ加えることができる。で下にも矢印があって、これでやるとボタン1個でエフェクトをかけられたりとか、まあいろいろなスタイルでエフェクトをかけることができます。でその隣の今度は、ループボタンを開いていただくと、まあその部分をこう連続再生するんですけど、もうビートのスピード BPM が測ってあるので、例えば8カウント分とか4カウント分とかできるんですね。これ今ループってなってる横で長さを変えられます。その下にビート数っていうのがあるんで、それを8にしてみましょう。このままだとなんないんです。このタイミングでボタンを押します。そうすると青みがかっていて、そこの部分をずっと連続再生してますね。今8です。今度4にしました。聞いてて分かんないですね。この半分の2にすると分かります。半分で、今みたいな感じなのをこう結構クラブとかで聴いてると、曲がこうね、どん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 こうサビに行く手前のとこでなんかこう短くしてって、こうドラムがルルルってこう、まあ、ロールっていうんですけど、まあ、こういう風に曲に初めからなってるんじゃなくて、自分でこうでやることもできるんですよ。今のループは単純にこう同じとこずっとループにして BGM にしたり、その状態で次の曲をミックスしたりで、今みたいに曲に臨場感作るロールにするには、ループの画面でですね、また横の、ちっちゃい三角矢印を押していただくと、こういうなんか数字が出てくるんですね。でこの数字が2、1/2、1/4って数字がちっちゃくなってくる、ちっちゃくなってくると、どんどんこのロール幅がこう細かくなってくるんですね。ちょっとやってみましょうか。1、今度は1から 1/2、
4分の1みたいな。こういう風にできちゃう。で、このまたまあ、これロールっていうかバウンスループって名前なんですけど、これのいいところは、連続再生ロールした後にボタンを離すと、離したところからスタートするんじゃなくて、本来再生していた位置に戻るんですね。だからロールしてても本来かかってれば曲こうやって進んでて、そこに戻るので展開がおかしくならないです。8、4つとかさっき数えたじゃないですか。ああいう曲の構成が変わらないんで、どのタイミングでどんなにやってもきちんとした位置に戻ってくる。これがすごく優秀なところですね。はい。という、まあ、引き味をつけたりとかいろいろやって、皆さんもこうやって DJ になれちゃうということなんですね。iPhone 版と iPad 版があって、今回はiPad 版を使って、やってみました。はい。最後にですね、裏技機能的なものなんですけど、2本指で触って回すとですね、スクラッチができます。これトランスフォームっていうんですけど、細かいこういう。こういう技もあります。だから曲を、例えば、こうやってかけながら、みたいにすると、それだけでもですね、もう、ちょっとこう、プロのスクラッチプレイみたいなこともできると。まあ、非常にですね、このアプリでここまでできるというのはなかなかすごいなということなんです。はい、今日のチェックポイントをですね、皆さんもちょっとおさらいしながら、まあ、最初はすぐできないかもしれないんですけど、今日聞いてるのをですね、また、見直したりとかしていただけると、だん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 慣れてくると思いますので、ぜひ、それであなたも DJ に挑戦してみてください。おっと、ガジェット太郎、今回は DJ アプリの DJ をご紹介しました。